こんにちは、おはようございます。待って、ちいかわいないんだけど。ちいかわ盗まれた。ちいかわいない。あれちいかわ盗まれるの、まき。ちいかわ盗まれました。SF48に来たの、川端と申します。ちいかわがいません。どっか置いたって私。ちいかわいないんだけど。落ちてるのかな。福田さん、お疲れありがとうございます。こんにちは、 SF48 に来たの科学研修出身、お疲れ様、川端です。ちいかわ行方不明なんだけど。ちいかわ独行すぎる。マジないんだけど、記憶にない。隠した。私いました、ちいかわ落ちてた。ごめん、疑って。そんなつもりじゃなかったんだよ。そんなつもりじゃなかった。疑ってごめんね。こんにちは。なんか最近ここの色がやばいんだけど、どうしたらいいの？マッサージしたらいいのかな。とか言っちゃった。どうしよう、照らしたらしよっかな。なんかさ、クマじゃないんだけどさ、なんかさ色がさおかしいんだよな。わかる？最近さ悩み、なんかさちょっとさ違うよね。まだ充電あります。テラスタルしちゃおう。テラスタル、クマピーさんお餅ありがとう。お餅、今日元気でしょ。レッスンやってきたから、レッスンやった日はね絶対テンション高いから覚えといて、覚えていてね。テラスタル、テラスタル、パーリパーリ。こっちの方が変かな、色味。どうなんだろう、わかんない。トーンを下げた方がいいのか、難しいですね。苦しそうに咳をするベテランさんの真似。チーカーライトアップです。お待ち。やめた、食わす。攻撃しないで、クワスタル。かわいいし映えてる。じゃあそうしよう。アンキャル、お仕事疲れ。最近さ、顔の肌がさ薄いんだよね。絶対薄いの、薄くなりすぎてる気がする。なんか肌が薄くなってる、色じゃなくてこの皮の薄さ。結婚して誰だ、誰結婚したいの、誰だろう。照らしたら何タイプ、なんだろうね。ちいかわ花粉めっちゃ最近大丈夫なんですけど、びっくりするぐらい。りえちゃん大変そうだった。私さ、夜に薬飲んだらめっちゃ効くっていうの気づいた。どう、なくなった花粉？わかんないです、マジでなくなった、ガチでなくなった。なんでだろう、わかんないんですけど、本当に目も痒くないし喉も痒くないし、ガチで夜薬飲むのがいいのかもわかんないですけど。天使のグサンダルもありがとう、ハートありがとう。お、優作だ、優作結婚してありがとう。結婚してもテラスタルさせて。元気だよ、こんばんは。アレルギーの影響？なるほど。花粉を攻略、川又アンナ。お久しぶり。なくなってきつつある。ああ、じゃあそれじゃない？花粉症を超えていけ。チーム、花粉。かなりなくなった。そういうことか。雨降ったから。なるほど。夜のみがアンナの決め手。ギラーン。次からヒノキに花粉が変わりつつある。じゃあ次がすごかったのかもね。疲労感の3週症ぐらい終わりが見え。
ゆるあかどうなることやらですね。夜配信嬉しい、イエー。夜寝る前飲めって言われたか合ってる説、おそれかもね。ありがとうございます。では飲むのはやめないようにしたいと思います。こんばんは。あげる、一番怖いものになるのが、なんか話そうよ、なんか話そう、何話す、何話したい。チークアライト可愛い、テラスタラステルのクワステラスタル、杉もヒノキもカモモシ。私ね、全春の花粉はね結構杉ヒノキ全部持ってるけど、どれが強いとかあると思う。薬ちゃんと毎日飲むんで偉いねってなってる。チーカー週2のねアニメになるんだよね、すごいよね、さすが大人気アニメ。チーカーはトゥ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 、今日朝さ見たよ、あの金曜日のやつ。クワスタル、クワスタルじゃないよ、テラスタル。あ、パネル当選ありがとう。今日もお目目パッチリね、クワス。あ、そっちかい、そっちかよ、私じゃないんかい。ペチコンハロー。トゥルトゥトゥルルトゥルトゥトゥルルルトゥ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 ニュアンス、これ6週のニュアンスだったの、まず言いますかの。トゥー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 トゥこの時期のね曲は怖いですよね、カラオケ配信怖いですよね。あ、これあるんだ。シオニーさんありがとう、クアンピーさん桜ありがとう。めっちゃちゃってたってたちゃめっちゃうちゃっちゃって、もうや無理、もう無理、やめよう、喋るのやめよう。ハロウィンナイトゥ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 、カボチャが踊る、トゥ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 チャチャン、トゥ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 、鼻歌一番危険。なるほどな、ありがとう。じゃあ何歌おうかな、何歌っちゃおうかな。てかさ、イヤホンどこ、ちょっと暗闇で見えづらいんですけれども、ちょっとイヤホンを探してみたいと思います。こうやってね、あ、あ、テラスタル、テラスタルがこうして、こうしたらテラスタルが、トゥ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 、あれすっぴん、あれすっぴんだわ、ごめんよ。クリスマスソング何が好き、君の家がだ、ルルルクリスマスソングじゃないか、冬のソングか、分からん、クリスマスソング、とっておくクリスマス、とっておくクリスマス、今日は肌休館日、休館してる、あ、そう入れとこ、お疲れ様、お肌休館日、お肌休館日、
なたまさんハートありがとう。しおりさんもハートありがとうございます。昨日並べなくて、ああ完売してたのかな。あ、まかゆめしありがとうございます。お話できてよかった、ありがとう。私も会えて嬉しかったです、ありがとう。クワスタワーポケモン図鑑完成した。すげえ。安否大好きピー、大好きピー。今日も笑顔が可愛いちいかわ。あ、ちいかわ、ちいかわの方わ、はい、ありがとうございます。こんばんは。アナイブ、今日は桜の日やけど、あ、そうなの。桜といえば10年桜。今日桜の日なんだ。ドゥドゥルルル、どんなんだっけ10年桜。ドゥ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 しか出てこない。ドゥル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 ルルドゥルルルドゥルドゥ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 ル。だなんかでーでーでーみたいな。どこかで咲くんだ花びら。くっつてでるる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 。モンブランさん桜ありがとう。メニバル活躍すると話している人が多くて考えさせられてる。メニバルいいぜ。いいよ。昨日おとといありがとうございます。2日間ありがとう。お、2日間ありがとうございました。こちらこそありがとう。大人っぽくありがとうございます。それでは今日は桜の日ということで、なんかさ、頭なんかつける、頭なんかつけたらさ、今さ私さ頭なんもないからさ、なんかつけた方がいいかな。猫耳つけてもさ見えないけどさ、こうさ、いいや、このままでクワッスオタクとして生きていく。あ、そう、猫耳、あ、猫耳ね、なるほど。猫耳チャレンジしちゃう。ちょっと待って、猫耳チャレンジしよう。充電を多分下からあると、あ、いやいやいや、まあ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 、ちょっと待って、ソファーがぐらついて汗汗した。今めっちゃ怖かった。汗汗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 汗。猫耳チャレンジ。なんかね、充電しながらやるやつが良さそうと思った。だからそれ買おうかなと思ってます。まあ一旦ダメだ、猫耳チャレンジ失敗。もう一回やろう。失敗。猫耳チャレンジ最後の挑戦になります。それではどうぞ。失敗しました。今日は失敗です。残念、失敗しました。川又アンナということで、また挑戦する機会があれば挑戦しましょう。皆さん、充電を一旦してみましょう。ではよし。残念、猫耳チャレンジ失敗です。もう一個のそうつなぐやつをちょっと買ってみようかなって思う。お金かけてお金かけてるけど使いたいので、またのチャレンジお待ちしております。ありがとうございます。無念無念だ。今日は桜の日。それではどうぞ。
桜でした。いい歌詞すぎる。いい歌詞だね、みんないい歌詞だね。はい、ということで、ということでタイミングよく歌わせていただきました。そしてなんかいろいろしみじみとなる楽曲ですけれども、こう最近ね、はい、しみじみとなりますが、こうね、楽しくやっていきましょう。卒業ソングですね。そう、吉田の川又10年後に同窓会、もう10年後と言わずに、あ、1ヶ月以内にやりたいなと思います。グアピーさんいいね、ありがとう。ふみふみさん桜ありがとう。うんたさんハートありがとう。かずきんさん桜ありがとう。天使めぐさんおっぱいありがとう。しおりんさん桜ありがとう。ミスターさん桜ありがとう。まんじゅさんミラボールありがとう。ミラボールありがとうございます。なおとさんおっぱいありがとう。ひろしげさん桜ありがとう。グロージ結婚してありがとう。ずっと愛しい安否でいるね。ありがとうございますかな。ありがとうございます。変換アダプター送ったから買う前に一度試してみて。マジマジ天才、マジ天才なんだけど、ありがとう。試すね。タイムリーな曲だ。森健銀河さんありがとう。ということで、春っぽい曲なんだろう。お買い増ししときました。 Thank you、 楽しみ。ありがとう。アダプター送れるんだ。アダプター OK っぽい、わかんない、わかんない。あ、試すだけ試してって言うかな、もし止まったら。あ、本当に受け取りはしないで、試すだけ試させてくださいって言う、もし止まってたら。それぐらい良さそうじゃない。受け取りはしないから試すだけ試させてって。アダプターチャレンジ、検閲引っかかるのか引っかからないのかわかんないですけど。春断れるの怖くて結婚して遅れません。今までそんなことあったことない、そんなにね。一回だけだからって言う、サクッ食べ。あ、確かに。キュキュキュみたいな。靴が泣いた、 Give me five。 ハルジオン、ハルジオンっていつの奇跡なんだろう。奇跡、季節、季節。でででで、今月結婚したアピール1位な気がする。いや、でも直接もありますから、直接が一番でかいですよ。直接結婚しては。2枚ゲットパネル、ありがとう。どうしようかな。変なデザインの T シャツは結構検閲取る。 T シャツはいいらしいですね。直接ひよってしまってゼロポイント。待っとるよ。こんばんは。4月から5月入るじゃん。そうなんだ。じゃあちょうど季節だね。直接言えば結婚できるのかどうか分かんないですよ。それは分かんないですよ。直近の直接6周年。お、盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。今日もね、すごい、さっきレッスンをしてて、そう、一部のワンブロック目終わったんですけど、のーちゃんだん、わかんないよ、ずっと言わないと。顔覚えてたら運命だと思ってきます。マスクしてるから。一途やけん結婚できる年みたいな。何、3期楽しみ、3期生、3期生ワクワクみたいな。あ。あ。お疲れ。
家の近くの桜が満開ライトアップされて綺麗です。おお。じゃあ盛り上がる盛り上がる盛り上がる曲で季節外れの曲がいいな。季節外れだったらやってもいいね。何がいいかな。何が季節外れ。日本が一夫多妻制だったら結婚できますか。いやそれぞれは別でしょ。空前絶後の家の近くの桜綺麗いいな。結婚してき結婚して禁止って着てた T シャツ着てたら笑う。ここに結婚して禁止最短的に結婚してにする。私から私から私からですか。あお、うん、おお、2つ来てる。お、自転車屋さんで聞いたの？ありがとう。あれ？すごい嬉しい、自転車屋さんで乗られるなんて嬉しい。私街中で聞いたことない。悲しい。聞いてみたい。結婚式イメージに。お、楽しみ。それは待ってますね。ではこの曲でも盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。どうぞ。回る。あーみんな盛り上がってるか。テンション上げていこう。春超えたら夏だ。まだまだだけど意外とすぐだぞ。海岸線をバスは進む。空はコーヒーあく。これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿。前回にした窓から潮風に
送るね、あの桜の写真撮ったんだ、あの皆さんにも春をお届けしようと思って、私の自撮りも撮ったから皆さんそれも楽しみにしててメール楽しみにしててください。ぜひメール撮ってない方4月からよろしくお願いします。ガールの彼を ハートありがとう、ミスターさんオンパありがとう、ヒロシーさんハートありがとう、オズさんオンパありがとう、ミスターさんありがとう、ナオゾムさんペンライトありがとう、アチャさんキレありがとう、ムルケンギンガさん桜ありがとうございます、ありがとうございました。いやんガールズルールって言ってるよ、見てますよ。夏曲攻めちゃう、夏曲ピーマン食べる、ピーマン大好きだ、ピーマンハラスメントしちゃうよ、私ピーマン大好きだから、みんな毎日ピーマン食べて、ピーマン食べて元気になって、ピーマン食べないとダメだぞ、ピーマンハラスメントの川端アンナです、よろしくお願いします。お、ルイボスティーやっちゃう、あ、なぎさで一番可愛いガール、ごめさま、ごめさまあったっけ、なんかさ、なんか謎にない曲あるよね、なんかねあるんよ、どれやっけな、ごめんさまなかった気がする、え、あったっけ、ごめんねさまないよね絶対、なんなんこれさ、めっちゃさあれじゃない、いる曲やんね、ほらごめんねさまないんよ、ごめんさまでも調べてみよう、ほらないんよ、辛くない、なんでなん、なんでなんやろね、気になるんやけど、ね、なんでなんやろ、誰か聞いといて、なんでないんって、なんでないのって、なかった、うー、夢力もねないよね、悲しいね、でも夢力ね、なんかね玄米ブラウンっていうユニット名がついてるから多分それかな、聞いといて、うん、市役所に問い立たしといて、どこの市役所に行けばいいんだろう、わかんないけど、聞いたらごめんねって言ってた、誰に聞いたん、ちょっとごめんだけじゃちょっと済まされないので、ちょっとアンピにガチ恋したらダメですか、私ガチ恋いないですよいないんですけど、大丈夫ですかというか、本当にですか、総理に総理様ちょっとお仕事忙しいから、アンピちゃんガチ恋いないはずない、なんで、あ、いないはずないだったいないです、いないよみたいなアンピちゃんが事故いないって書かれて、そんなはっきり、そんな別にガチ恋なのに、ふざけんな、うつさんありがとう、わんさかいるさ、そんなごめんねサマーだからごめんねガチ恋ですごめんね、ドゥルドゥ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 、国民の妹役、妹枠、私ですか、妹枠でもないよね、パパパパパパパ
何歳まで許されますか。はい権利がある人間あの生まれてから死ぬまでの人間。妻がいても大丈夫ですか。嫌ですお金より愛ですか。そうだと思うんですけどどうですか。西野みなみさんありがとう。あの出る生まれるから死亡までみたいなやつあるじゃん。私お酒飲める年ですよ。20歳です。現場行くべきですか。それはもちろんです生まれてみな対象。結婚に興味あるの。いつか結婚したいですよいつか結婚したいと思ってます宇宙人とはちょっと結婚は難しいかも。あの地球人じゃない人。今は思ってません。そうね、年齢は関係ないんですかね。確かに相性大事。確かに。好き。ピン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 。宮川さんハートありがとう。スタイルゾーン広すぎる。でもグラタン作ってくれる人じゃないと思います同じくこれは結婚ですね。いつか結婚したいと思ってる人はワンソがいるから、ワンソがいるから運命ではありません。大津さんありがとうございます。ということでそんな皆さんに質問です。皆さん一番一番って言いながらいろんな子見て本当の一番は誰なんですか。教えてください。もうね、何度も聞いてみて、でもいろんな子に一番って何なんだよ。灼熱の砂浜寝そべった水に海のその青さ空まで染みる散らばったジュエルがキラキラと輝いて目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった大事なものがここにあるよ。きっと思い
なんだかんだ説明してください。お話しかアンピしか撮ってないガチ恋です。いや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 ありがとうございます。はい、天使エグさんおっぱありがとう、クマピーさん桜ありがとう、ミスターさんおっぱありがとう、ウンタさんハートありがとう、オツさんハートありがとう、ナトムさんミスターさんおっぱいっぱいありがとう、オツさんもハートいっぱいありがとうございます、ヤンカさんハートありがとうですかね、ありがとうございます。あしか見えてない、おいあの大好き、やった食ツアー思い出すよね、常にあんなだから、やったやったねやったね、ちゃ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 、おもちゃのおもちゃ箱な、どんなんだっけにゃんかーさんハートありがとう、チャンスのチャンスだ、了解しました、あまた OK になっちゃった、危ない危ない危ない、マネージャーさんに了解しましたって送ろうとしたのに OK ってなっちゃった、また恥ずかしい恥ずかしい、やめてください、はい、了解しましたで送れました、ヨーサンさんハート100ありがとう、大好きピー、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、夜のあのお空にキラキラお星、みんなあのぐっすり眠る頃、おもちゃが起きて踊り出す、これがおもちゃのチャチャチャ、エリちゃん結婚してありがとう、エリちゃんしか勝たん、エリちゃんのエリちゃんと友達になったよっていう女の子のファンの子が来たよ、言ってた、エリちゃんとお友達だよっていいねこういう関係、リってひっくりしてないギャルピ、ホラーソングじゃないですよ、全然ホラーソングじゃなくない、全然ホラーソングじゃなかったよ今の、だって夜空にキラキラお星様、みんなぐっすり眠る頃、おもちゃが起きて踊り出す、これがおもちゃのチャチャチャ、ほら全然怖いやつじゃない、歌詞の解釈お願いします、目を閉じるのはもったいなくて、どんなんだっけ、2番だよねそれ、私はめっちゃ話話題変えるよね、本当にごめんね、でも話題変えちゃうね、話題も変えちゃおう、タラララッタラー、ちち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 ち
目を閉じるのがもったいなくて息ができない。私はわかるよこれ。え、みんなわかんない？私結構これわかるよ。ここだけわからん。あー、アナちゃんのおかげで友達増えた。おお。初めて配信見に来た。お、ありがとうございます。ジャンピン、トゥ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 。え、これは星空をずっと眺めてるとそう眠タイミング失う。これはね、私も夜星空見るときあるんよ。でもね、そんなさ、星空ずっと見てもさ、めっちゃ何か、そうテレビみたいにさ変化するわけじゃないけどさ、いつやめ時なんか、はい見終わりましたみたいなのがないよ。わかる？星空を眺めてる時って。だからさ、ずっとそれを星空を見ててさ、なんか眠る時間がなくなったりとかさ、他もできる時間もあるけどさ、そうやってさぼーっとさ、なんだろう。え、でもさ、こう星空を見る時ってさ、ちょっと心弱ってたりしない？普通にさ、元気、めっちゃ心元気の時にさ、星空見てさ、ひたひたならなくない？心がひたひたに。やっぱさ、ちょっとさ、なんかの時に、ちょっとさ、なんだろう。なんかさ、そうじゃない？っていう。で、その、満たされない？なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだろう。私はそうだと思う。そうじゃない？そんなさ、めっちゃさ元気でさ、うわーい、やっほーいの時にさ、星空をさめっちゃ見てさ、あーうわーってならんくない？疲れた時とかさ、なんかの時にさ見てさ、満たされるじゃん、星、なんか星見る時って、っていうあれだと思う。なんか星を見てて息が止まるんじゃない、息が止まる時に星を見てるんだと思う。え、瞑想してる。そう、星を見て瞑想してる。わかる。でもさ、感動するくない？なんか日によって私も星を見た時の感想が違うんですよ、やっぱり。だと思ってた。だから私ここの歌詞すごい好きなんですよ。めっちゃわかると思って。でも確かに目を閉じるのがもったいなくて息ができないは意味わかんないわ。確かに。でもそういうことだよ、と。うん、でもなんか、なんて言ったら分かるよね。なんだか、なんだろう。まあ、できないらしい。噂によると。さすが安先生。オリオン座ね。そう、センチメンタルだよ。これはおそらく一つのものをずっと眺めて立ち止まりをもっと、他のものを見て動き出そうってことやね。ああ、2番の次の歌詞にね、つながるってことね。なるほど。うわあ、なるほど。ああ、すごいすごい。わかったわかったわかった。なるほど。木彫りの関さんのやつだ。これだ。いや、待って、深くなってもうより歌うときにおおってなるわ、これ。なるほどね。出張のとき、そうだよね。あ、わかる。その時間が癒しだから寝たくないってことじゃん。わあ、それだ。それ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 。わかる。そういうことだ。タクジさん、はじめまして。ありがとう。ST48 2期生のかまたのです。深いね。もう泣きそう。いい曲すぎる。だから、ここら辺は夜ら辺だよね。夜ら辺。で、昨日までの自分のことももう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えようっていう決心があるのもいいよね。いいね。広島の外中は星全然見えない。嘘、私見えるよ、星。めっちゃ見てるよ。そう、時間あったら見ようって思う。最近でも星見たのは普通に、なんだろう、なんかゴミ捨てに行ったのね。ゴミ捨てに行ってちょっと外を見た時にすごい星見えて、あ、星見えるじゃんと思って見に行ったから、めっちゃなんかあれとかじゃないけどさ。でもね、そうだよね、忙しい時とかに星見るとやっぱ違いますね。息をするのができないほど、息をするのができないほど星が綺麗ってわけじゃない。別にそういうわけじゃないと思う。その星が綺麗で、あの感動してるっていう意味ではないと思います。ちょっとわかんないですけど。
大体夜空見て光ってるの飛行機のことを言おうか。でも私今年去年か去年の夏ぐらいに私星結構毎日10分見るっていう習慣をつけてやってたんですよ。そういうルールを決めてやってたんですよ。じゃその時にかか飛球飛球って言って火球飛球っていうやつ見ました。流れ星みたいなあの惑星がシュンみたいな見てってなった。すごい感動した。赤いやつ最終 UFO かと思ったんよ。でも普通にシュンって落ちてたっけ流れ星と思って調べたらめっちゃドキドキした。嬉しかった。プラネタリウム並みに見える。いいな見に行きたい。プラネタリウム行きたいんだよね普通にね。一人で行くの恥ずかしい。マニューさんハットありがとう。確かに四国の星空と比べたら見えない。それはそう。火球だ火球。飛球じゃなかった火球。1日10分見るっていう目標を立ててちゃんとこなしてたの。でドゥルルルッてってて願い事3回叶えるほどじゃない。あのもうすごいスピードで過ぎ去ってった。すごい。安否のルーティーン最近はねめちゃレア。おお。え、テラスタル、テラスタルがどっか行ってた。みんな気づいてた？テラスタルできてなかったよ。気づいてた？一人チーカー判定無理。うっそーん。確かに私は無理かも。一人でも一人の人多かったよ。あ。じゃあチャレンジ行こっかな。チャレンジ行ってみようと思う。どう思いますか？いけるかな。一人チーカー判定しました。ほらいるいるいる。体操服じゃないよ。釣りたりもやらせない。一人で行く予定だ。一人の方が多かったむしろ。大丈夫だよ。ドゥル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 テラスタルノーマルチーカーだよチーカー。なんか暗いと思ってた。チーカーだよチーカー。いつ落ちたんだ。フワピーさんかわいい、ありがとう。一人行きちゃ行ってみたいなって思うけどね。安否を見て息ができない。息ができない。一人焼肉行ってみたい。サラピリズに行きたいの。私もリズに行きたい。どうだ。あ、できてない、できない。あ、あー、あ、あ、あー、できないな、できない。今日はダメ、ダメ日かも。あー夢の中なら自由に振る舞え。日によってできるんですよ。お願いします。スイッチで一人カラオケそんなある？あーできない、あーできない、できない、失敗。なんでだろう。お願いします、最後の1回です。あ、ダメだダメだ、ダメだ。なんで？あーあーあー、ねえなんでだと思う？みんな気まぐれだよね。すっごい気まぐれさんなの。悔しいよ川又アンナ、悔しいよ。ちょっと充電しよう。スイッチはジョイサウンドだよ。あ、そうなんだ。刺す順番とか、いや刺すやつがボタンを押しながら刺さなきゃいけないの。それでやってるから。
そうなんですよ、悲しい。これで喋ってる風、喋ってる風だけど実は違う。 USB の接触が悪いのかな。そんなことなさそうだけどな、どうなんでしょう。あー、これ充電できてるかもわかんないんだよね。まやこさんのとねちょっと違うか。ヘッドホンアンピー光ってる。これ今充電一回してみた、今してる。さっきもしてたんだけど、あーもう一回してみてる。届いたけど、パソコンは聞ける、聞けます、永遠に多分、知らんけど。アンドロイドアーナ充電中、アーナ充電中。誰にもてて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 、じゃあ行ってみようじゃないか。お願いします、命を込めて。あお願いします。あーめんそうめん、面倒だ。それでは最後です、ボタンを押してお願いします。あダメだ、いけたと思ったじゃん今のは。ねえみんな、ねえマイクさしてる、さしてるよ、お願いお願い、あと1回だけ、あと1回の挑戦です。川端選手お願いします。ダメだ、もう一回だけ、もう一回だけ。そう、刺す方向変えるわ、刺す方向、刺す方向変えます。お願いします、最後の一回だから。スマホ落ちちゃう、ちょっと失敗。もうダメだ、マジやだやだやだ、お願い、何がダメなの、私の何がダメなの。押しが弱いとか全然そんなんじゃない。そう、嫌な音がずっと鳴ってる。おこじゃない、寂しい、悲しい。なんかこれで怒らないしてる。やだお願い、設定の USB のやつはねオンになってる。iPhone がマイク認証してない。あー USB 挿す方向か、ここか、なるほどね、なるほどなるほど。やってみよう、最後の1回、ここね、よいしょ。あーもうダメだ、あーもうダメだダメだ、あーダメダメだ、今日はダメで、諦めでです。諦めましょうみんな、悲しい。ということで、この曲が最後になります。それでは最後の曲聴いてください。今私息ができないんですけど、大好きなもの、大好きな人を思い浮かべて歌って息ができるようになりたいと思います。それでは聴いてください、 ST48 キューバミシングルで息をする心。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる、太陽が昇って
を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になれば15日に発売されて、もう3月も終わるということなんですけれども、この曲まだまだ盛り上がって、たくさんの方に広まったらいいなって、たくさんの方に聴いていただけたらいいなと思うので、これからも SU48 の応援よろしくお願いします。うたさん音符ありがとう、ミスタラさん音符ありがとう、まんじゅさんミラーボールありがとう、ミラーボールありがとうございます。ミスタラさん音符ありがとう、あっちゃさんミラーボールありがとう、ミラーボールありがとうございます。しおりんさんもハートありがとう、まじさん MY77X さんありがとう、しおりんさんハートありがとう、のともさんペンライトありがとう、ガピーさんハートありがとうですかね、ありがとうございます。200万回ね、そう動画も MV も突破しまして、まさかこんなに早くこう本当に鼻だれをそう超えましたね。鼻だれのこう鼻だれのようにもっとねたくさんの方に聴いていただける、あこの曲 STU のなんだとかねしてもらえたらいいなって思っておりますので、皆さんがいっぱい買いました、ありがとう、エスポーズ、はい、肩の力抜いてください。ヤンカーさんありがとう、超えていけチーム STU ということで、チーム STU ファンの皆さんあってのチーム STU で、ファンの皆さんもチーム STU なので、これからもどうぞよろしくお願いします。6周年待ってます。ロックロックロック、あなたは今日で STU 推し、ほら STU 高けめっちゃ可愛い、ありがとう、今日も今日もめっちゃ可愛い、ありがとう高け、うん、お疲れ。チーム STU の楽しです、最高かよ、安否可愛いから買った、ありがとう、間違いなく名曲、それな
いい歌、かわいい、 ST 好きになりました、え、嬉しい、ぜひいっぱい聴いて、 ST ユーちゃん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 、何これ、6周年2週間2週間切りました、6周年2週間後はもう終わってる、むしろやばいよね、やばくない、みんなやばいよあ、振りコピ、振りコピぜひ言ってください、最初のイントロもぜひ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30ですよ、ぜひ TikTok に載ってるのでぜひ見てください、 TikTok イントロダンス皆さんも踊ってみてくださいむずワンしてだから、てっ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 てちゃん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 、ぜひこれ一緒にやってくださいこのポーズやりましょうって言われることが増えると思うので皆さん習得してください、指は揃える、で手はこう直角、ここを直角にしてください、直角にしてこうで、グー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 、右手が上、左手が下で、こうならないようにちゃんと S をこう、 S を反対にして、私たち自分からは S に見えないけど反対側からは S に見えるようにこうしてください、右手上でちゃん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 、ぜひダンス配信最初の位置までしか無理皆さん出勤ありがとう、 STU48 2期生のカマタオナです、ありがとう、ダンスを集中して息ができなくなりそう踊れない芸人並みのダンスいや、そうなの、フールの投資券購入しました、ありがとう、小遣いやばいそうなの、ありがとう、嬉しいです、休館日、美術館、私美術館覚えたらね、そうそうね、 Z 作っ、自分的には Z 作ってる気持ち、そしたら S になってます、ぜひ作ってみてください、作ってみてくださいとか作りましょう、一緒に、ぜひ CD もゲットしてください、こちら息をすること、ぜひゲットしてね、私はこれです、こう中身もね、中身もね、ぜひこうすごい素敵なので、中身の裏がね5人で撮ったやつなんですけど、ほらこれも素敵、ぜひここもね、そうどんな感じの写真があるのか、ぜひ中身もこんな感じ、みちさん綺麗、みなみさん綺麗、そして川端アンナいますので、あちょっと飛ばしてた、サラピ美人すぎるな、サラピ美人すぎるなで川端アンナも一番後ろにいますので、ぜひこの裏の写真も好き、そう可愛いよね、これが全メンバーいっぱいありますので、ぜひ全部の CD ゲットして、 CD ゲットしないと見れない写真ですからね、これはもう特権ですから、ぜひ、そしてアザージャケット写真サインはね終わったんですけど、これこの絵は私もこの中に入れてみてやった、いい感じ私サインもらった、あひなさんも持ってるからね、もらいに行きたいんだよね、生写真欲しい、全メンバーのちょっとおねだりしてみていいかな、ここでわかんない、欲しいとかじゃないよ、だから一旦おねだりさせてください、よいしょ、あメイク、このために今メイクしようかな、私かぶってて、かぶってるよっていう方で、かぶって文字文字生写真かぶっててっていう、で私にお手紙、まだファンレター書いたことないよ、ラブレター書いたことないよって方、ぜひファンレター待ってます、おねだり
させてください。その時にもしよかったら私の思いと一緒にあの生写真もしありましたらぜひ私にプレゼントしてくださいその時はぜひ。まだアンペの生写真出てないの？愛足りんのちゃん、それ愛足りんのちゃん、もじもじダメですかあくまでもファンレターと一緒に、だってプラス一石二鳥一石二鳥じゃないですか。生写真だけじゃダメ、タワンじゃなくてよかったマイケルさんのがダメなの？うん、近々届くかも、本当に見に行かないと。ディープインパクトさん初期ありがとう、ST48に来てかまたなです、ありがとう。アンピの写真が出ないの愛が足りないからなのか、もっとみんな愛を深めてください。俺なんとか前目でアンピの生写真出た、うわ最高かよ、さすが。ヨドバシ特典2枚ゲットした、おお、そうだね、私ヨドバシ担当ですありがとうございます。ファンレターを送る予定だった、あ嬉しい。アンピの圧が強くなったように感じる、え、そんな、それでみんな離れていっちゃうの？私の愛に私の愛ではないか、これは圧に耐えられなくなってみんな離れちゃうの？やだよそんな圧じゃないです、これはおねだり、圧じゃありません、おねだりですマイケルさんダブった？結婚してくださいって書くしか昨日買った劇場版まだ開けてなかった、あらあら、そういう時は可愛さ使うのずるい、そういう時にしか可愛さないですか？常に可愛くないですかやだやめよう、本当にこれ嫌なんだけどはい、カットカット。劇場版アーの写真出なかったの、ピエン、あ、強いか好きになるんだよ心地いい、いやん、高圧トレーニングでスキルが増すパターンもあるカーツトレーニング嫌いじゃないです常に可愛いよ、言わせた感強ありがとうございます。たまにアンピアと惜しいですってね最近言われたんですよ。でもその方すごい優しいからさ、圧をかけるも何もって感じでさ、そうなんですよね、難しいですね、圧を感じない性格だわ利用できちゃうなケルヒャーって何ですか、ケルヒャー、酸素カプセルは疲労回復になる、おお、息ができる。お話す回何枚買えば好きが伝わりますか？1104枚。何おはぎが好き、何おはぎがあるんですか、たまに楽しいなって、楽しいなって、楽しいなってくれたらもっと大好きケルヒャーって高圧洗浄機、私が高圧洗浄機だと、めっちゃいい洗浄機じゃないですか、洗浄機、圧かけられることあるけど優しくないのか、そういうわけじゃないですよ、圧かけられる、圧をかけることがあるだけで、その方はそうかけることがなかったそういう意味ではなく威圧感増してると思う、はあ、はあ、君のせいだぞきなことか青のりとか激辛とか、激辛おはぎとかあるんですか、今の時代すごい、きなこ好きだな、きなこ好き、圧かけたくなるとかそんなんじゃないから、私だって圧はかけてるつもりないもんないもん違いますよ、ずんだ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 、ずくちゃ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 
目つぶしですから本当に。アンパンチ、アンパンチ、僕アンパンマン、アンパンマン、アンパンマン、ドクシ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 、激人見知り、私も人見知りなんだよね。でもね大丈夫、楽しいよ話すと。これからあとお待ちしてます。え不意打ちにかけさせたからな。ヨドバシ担当が可愛い子らしいからヨドバシ行ってみます。行ってみて、話すか、人見知りさぞして、泣きたい、鼻だから指やめて、あおめめここ。アンパンマン似てない、うっそ、アンパンマン、僕アンパンマン、アンパンマン、めっちゃ響いてない、やばい、世界で一番声出てるかも。アンパンマンやった時に声が出ちゃう、似てるような気がするような、似てる、うん、え似てないって私が言ったから似てるって言ってくれたんだよね、優しい、ありがとう、なで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 。確かに人見知り同士消え、あ確かに、元気いっぱい、元気いっぱい、アンパンマン。言い方だけじゃない、アンパンマンみたいな。チーズはね似てるよ、アン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 。おい伸びた、うわ、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、おいおい、伸びた、おい涙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 、おい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 涙、野球しようぜ。タラちゃんです。チーズが言葉喋ってみたい。初回限定版はスペイブみたいなやつ、ボーリング来る？待ってるよ。ボー、うんうん、ボー、うんうん、ボー、ボーちゃんだよ。ボー、ボーちゃん、しんちゃん、しんちゃん、しん、しんちゃん、しん、しんちゃん。石、綺麗な石見つけた。しんちゃん、綺麗な石あったよ。しんちゃん、早く石探そう。しんちゃん。似てんのかな、わかんない、最近のザイアン。ウケる、え野球しようはザイアンじゃないの、そっか、モノマネとかむず、ヒロアカでモノマネできない、ナキさんかわいい、ありがとう、結婚してありがとう、ナキいつもありがとう。ありがとうございます。8割？え？え？どんなんだっけ？8割。チャルメラ？チャリメラ？チャルメラ？どんなんだっけな。アンフィのものを見てようかな。なんで？お疲れ、お疲れ、ありがとう。チャリメリ、チャリメラ、チャ、何が嘘だ、チャリメリ、チャルメリか、チャルメリ、チャルメリ、チャルメリ食べよう、チャルメリ食べ、なんかもうちょっと男の子っぽい声なんだよ、むずいな、けど明るい、チャリメリ、チャルメリ、チャル、チャル。ちいか、あ、うん、やだー、やだー、うわー、あ、あ、あ、炭治郎もね定期的に、長男だから違う。メンバーのものまね誰もできないんですよ。ヒルブリありがとう。あらららら、あらららららら、なんだ
もう朝かと一人ごつ焼けたパンにバターぬりぬり、やんだ雨はなんか湿って縄が湧きな、縄が湧きなんか変な足跡だと思ったら、昨日晩につけた足跡をやけに土が水を含んで、生乾き、ああああああ、なんとかなんとか均等冷えてる。カンカンが、冷たくて、あ靴を濡ら、あ違うわ、まあいいや、あカーボケツドが混じって、あ靴を濡らしてる、湿ってる、生乾き、ルルルルルルル、じゃん。グラビーさん、音符ありがとうございます。独り言でした。あゆこがアーナのモノマネしゅうさ、そうめっちゃやれるめっちゃやれますそう、あゆこじうまい。メンバーから真似られる側です、ほんまに。あゆこじがね、一番私うまいと思う。私のあとね、私ね、歌えるやつあるよ、披露してあげよう。あんまり披露したことない曲、いやここで披露するのドキドキしますね皆さん。うん、近見せてやろうじゃないか。なんかすごい重いんだけど、なんでこれ。めっちゃ重い、超重い超重い超重い。ちょっと一旦待って、重いダンベル、ダンベルのように重いです。タブレットが、あめっちゃ開いてた。これで軽くなったはず。靴を濡らしてる、湿ってる、あこれだこれだ、軽くなりました。よし、いくよ。トゥルトゥトゥトゥルルトゥトゥル、あ、違う違う、トゥルルトゥトゥルルトゥトゥ、モカファレドマキシボジモカファタキボダダボダモカリグニバラキラトラトレブレナトゥ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 、ラパトケアロトゥブレバ、ラパトケアロトゥブレバ、ワラケミドゥワラトゥレロカカポバレパプリカ、ラパトケアロドゥブレラタタラテラテラ、ドゥブレラリンダルレボノルレカボナラレジテラレカリカモカファレドマラキボジモカファタキバダダボダモカネグニバラキロトラトレブレナラパタケアロドゥブレバ、ラパタケアロドゥブレバ、ラパタケア、あ間違えた、ファラケミドゥファラトゥレロカ
カボマリンパプリカラパタケアロドゥーブレブララパタケアロドゥーブレブラリンダルレボのルレカボラナレジジェラリラモカファレドマラキボジモカファタキバダダボダモカリグニバラキロトラトレブレナチュ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 ラパタケアロドゥブレバラパタケアロドゥブレバファラケミドゥファラトゥレロカカボバレパプリカラパタケアロドゥブレバラパタケアロドゥブレバリンダルレボノルレカボナラルゼチェレリラいやこれこれですこれです。これこれどうですか、どうですか、これミニオンズの YMCA です元ネタはミニオンです、ミニオン語ですよこれは。6周年に合わせどうしようどうしよう、言っちゃった、どうしよう、え、どうしよう、マジどうしよう、え、どうしよう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 、ラパタモカファレドマガキボジモカリクアンセトリ、あーやばいどうしようどうしようどうしよう、アンビがそれ歌ってて幸せですモカだからモカって一緒に言うのよ、モカファレドマグラキボジモカファタキバダダボダモカ、私ね喋るミニオンいるんだ、投票したかも、1位かもワンチャン、ワンチャン1位かも、1位かも、1位ずっと1位かもってしか言ってない、あーしびれた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 、みんなのせいで、あーしびれた、しびれて、そーやん、うわー、おー、あ、私自分も照らしたらしよっかな、ちょっと待ってて、テラスタルしようよ、みんなでパーティーだ、パーティー、テラスタルパーティー、よいしょ、テラスタルパーティー、よし、笑い方にこっちに似とる、おもろい目が持ってるこれ、うん、ミニオンのねボブは目の色が違います、ミーボンバナナバナナ、マリオ持ってきた、
パ置いてきちゃった。あれクッパ持ってきたっけ。クッパ置いてきたよね多分。クッパ置いてきちゃった。クッパ置いてきちゃった。ルイジさん持っとらん。ハエ観光のおじさん。トゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥルトゥルトゥルン。いやマリオこんなんかな。これ光る。これは洗った中。しおりんさん、レンボースターありがとう。パワーアンピーチ姫。テンションやばいのでもうそろそろ終わろうかな。テンションやばいから。ユニバ行きたい。見て。あ、クッパいたわ。持ってきてたやっぱり。バーン。てっ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 てたちと会ってきてたさっき。こういうこと。つまりこういうことです。皆さんわかりましたでしょうか。こういうことです。あ、かわいい。ありがとう高木さん。アンピ子供と仲良くなりそう。友達になれるわ。アンピ沼、これアンピ沼なの。渋滞してないキャラ。やばい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 。これで誰かメンバー見てたりしたら死ぬわ。二十歳ですってやめてください。やめてください。わ、さっき二十歳はガールじゃないって言った人だ。違う、平常運転って書かれてた。平常、平常か、正常か、正常、正常運転。こういうのもね、アンピの魅力ですよね。え、そう、次回作アンピ監督はマリオで撮りたいって言ってて、でも2人しかいないんですよ今。そうなんですよ、2人しかいないの。あー、え、ちょっとさ、詳しく片付けよっかな。明日から模様替えしよっかな。ちょっとマリオに模様替えしよっかな。しっかり見てるのか。見てるよもちろん。ちょっとこれをこっちに置いて。模様替え。テラスタル、これでもな。模様替え。どう？どうって言われても分かんない。あ、やっぱクワッスがいい。
君たちはやっぱりコーナーあるんですよ。コーナー作ってて、私マリオコーナー作ってるんです。だからちょっとマリオコーナー片付けに行くわ。マリオコーナー見たい？見せないけど、ちょっと説明、ちょっと電気つけよう。電気つけるわ、ちょっとごめんよ。電気つけます。はい、電気つけました。この前一緒に作った本棚のところに置いてますの、もう一つの箱、ちょっとこっちでこうやって置いてます。でね、メイクボックスがね、ハテナブロックスなんですよ。だからハテナブロックのところ、メイクオプティマとして使ってます、ここ。で、隣はヒロアカの漫画を置いてます。ヒロアカの漫画を置いてて、あの、そうなんです、ヒロアカの漫画です。で、ヒロアカのフィギュア、自分が当てたフィギュアでをも置いてます。あとは、その前にはチーカーたち、チーカーたちは上の段全部天井に行き着くまで登っております。そして机の上の上の段がおたかつグッズでも増えていません、全然ありませんが。そして一緒に、爆豪くん4体、爆豪くんが4体のフィギュア、そして爆豪くんコーナーがこちらにあります。これはメールで送ったことあるんですけど、ここにはフィギュアが2体とアクスタと、あと諸々のグッズ置いております。たくさんおたかつを楽しんでおります。おるますおるます。まあそんなこんなわけでですね、今日はタブレットで写真撮ったら見せられる。確かに撮ってこようかな。ソファが傾いて見える？多分ね、これが傾いてる、分からんけど。最近ヒロアカ見出した、マジ。ちょっとね、ちょっと見せてあげる。今すぐ見たいでしょ、みんな。今すぐ見たいでしょ。いや、見たくないですか？見たくないか。あ、なんかね、画質悪いです。見せられない、見せられない、いい感じじゃない、なんか配置が。え、画質悪いんだけど、超画質悪い、なんでなん？え、すっごい画質悪いよ。見え、多分ね、これ呪われてます。画質悪すぎてビビるよ、みんな。画質悪い、画質悪すぎる、画質悪い。これがワンコーナーでも、もっとフィギュア持ってます。え、画質悪いんだけど、どうしたんやろ。なんか映ってはいけないものが映ってんのかな、わかんないけど、めっちゃ画質悪い。初期の STA のメール今電気つけたんだけどな。あれ、あー、いつ電気消えたの、これ。気づかなかった、危な。え、いつ電気消えた、これ、このレングのライト、いつ消えた、わかんないや。電気をつけて。高木めっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。え、この電気いつ消えた。モノマくんおるよ。ガオナ赤がクククってなっちゃった。僕がおくんがいっちゃん好きです。僕がくん無限回収してます。寝れるよ。え、電気いつ消えた、どのタイミング、たまたまと、え、わかんない、いつ消えました。森塩変えてます。え、ちょっとちゃんとしてて、みんな。いや、これ大丈夫。あのね、ここのね、線がね、抜けてた今。か、私が帰ってきた時に消えたなら問題はない。なんかね、ここが抜けてた、この何ですか、この、これがちょっと緩くな、なんかこうなってた今さっき。からその時に消えたんだと思うけど、だとしても私がいない時に抜けてるのはおかしいじゃん。だからどのタイミングだろうと思って。逆にいつついてた。え、あの電気消して暗かったじゃん。あの時はこれをつけて補ってたんですけどね。えマジでもうマメタン大嫌い、そんなこと言わないでブロックはせんとこ。ついたことすら気づいてなかった。え、電気消したら真っ暗よ、何も映らないよ。
電気ついてない時にはこれをつけて、リングライトつけてた。で電気つけた時だから暗くなってないんだよね。電気つけてから消えたってことだよね。だから私がタブレット取る時に行く時か、写真撮りに行く時に抜けたんだったら別に。ケン結婚してありがとう。お化けから私を守って。でも今いないですよ。今もみんなに言うけど、ちゃんと私はいないと思う。ごめん、さっき撮った時に引っ掛けてた、見てた、ありがとう、ありがとうさん。ならいいんですよ、なら全然いいんですよ。よかった、もう本当によかった。もう私ビビってますから、最近生きれいかもってやめてよ。本当にそうかもしれないじゃん。生きれい飛ばさないで、絶対飛ばさないで。私ね大丈夫、取りつかない人って言われたから大丈夫ですけど、大丈夫ですよ。でもこのここにねとどまるのはやめていただきたいので。でも私一回、いやもうやめよう、いやそういう話やめようって言ったじゃん、話しかけないで。心霊ビデオの見過ぎの可能性はありません。見過ぎていたない、私遠征の時しか見ないもん、本当に。だから今から見ないもん、本当に。遠征のホテルの時しか見ないからね。アナピのことは俺、僕が守る、よろしく。聞きたい人お話し会で、確かに確かに、お話し会、確かに。幽霊も喜んでる。天使と悪魔、ちゆかちゃん可愛いよね。あれ生き霊って言わないな、生き霊って、生き霊だね確かに。遠征の移動中とか、そのなんか待ってる時間とかに見ます。遠征だけど怖くない、もうやだ、そう静かに暮らそうみんな。おばきゅうも家に準備しましょう、あれだよね、ゴーストパスタードみたいなやつ。そう、この間お弁当食べながら見てた、そういう時見てる、その泊まりの時ね。あのね、そういう話ガチガチのやつやめよう、ガチのコメントした人許さないよ。許さないよ、君だよ、君ダメだよ、君そういうの良くないよ本当に。時間帯ちゃんと考えよう、時間帯考えよう。昼間なら私もう昼間じゃないからね、ふざけんなよ、分かってるからな私は。何の音、嫌だ嫌だ、何の音嫌だ。デザイズハート桜ありがとう、いっぱい会えて嬉しかったよ。にこやかに去ってるねちいか。みんないるから、私が配信終わったらもうみんないなくなっちゃう、悲しいんだけど。ともち、さくらありがとう。昨日ありがとね。アンピさんですか、アンピーです。ルータリーです、来ないで来ないで。もういい、いい、そういう意味じゃない、生身来て、生身、生身も怖いけど。ハチウエストさん、ハートありがとう。ドゥルルテテリリリリリドゥルル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 。生身が一番怖い、マジそれ、ほんとそうだ。ということでね、そんなこんな言ってるわけで、あの明日も朝早くっていうのか分かんないけど、朝早くにレッスンとしては早いですね、レッスンとしては早い時間にレッスンがありまして、で覚えなきゃというか、まあ覚えなきゃ、思い出さなきゃとか、覚えなきゃとかいう曲もありますので、その練習をしたいと思いますので、そろそろ今日は終わりたいと思います。それでは、明日も頑張っていくので、皆さんどうぞよろしくお願いします。明日も夜に配信すると思いますので、夜に配信するよ。でも夜、今日みたいには早くないと思います、22時半とかになると思います。
では6周年頑張ってきますので、皆さんも応援よろしくお願いします。皆さんのことも応援してます。皆さん頑張ってください。早く寝てね。13位オカピー、12位ナオトモ、11位ミーくん、10位アリンコ、9位マーニョ、8位シオリン、7位ユーサク、6位カズキン、5位クワピー、4位アッチョ、3位オシタラスキピー、2位ウンタスキピー、1位タカケー、ありがとうございます。奇数をちょっと上で、あの偶数を下で読んでみましたが、気づきましたでしょうか。ということでありがとうございます。さあに向こうへプラスウルトラで頑張っていきましょう。はい、今日は、チーズのモノマネで終わりたいと思います。ちゃんと皆さんの思い、皆さんに思いを伝えたいと思います。チーズで、あん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 、ありがとうございました。皆さんの思い、皆さんへの思い伝わりましたでしょうか。ありがとう。おやすみなさい。いい夢見てください。